シナプシュチャンネル。おはようございますシュー。プロデューサーの飯田です。今日はね、ちょっと変わった場所からお送りしてて、正座してるんでちょっと背筋が伸びるっていうか。さて、3月になりました。暖かくなってきましたね。3月の今日は月歌解説で、予感という曲になります。ピピピピピピピ。歌を作ってくださったのは高井伊吹さん。名前が素敵ですね。なんか伊吹っていうお名前が3月にぴったりだなぁなんて思いながら3月の歌の依頼をしました。もともと清水さんからおすすめのアーティストさんでぜひっていうことで一押ししていただいていて、どっかのタイミングで絶対ご一緒しようと思いながら、高井さんの歌声が合うのはどの季節かなと思ってたらこの3月になりました。ちょうど出産前、ギリギリ前ぐらいに高井さんとお会いして打ち合わせしたりとかしてて、でなんかデモが上がってきたのが、私が病院で産んだ後かな、病院にいて病院で聞いてちょっと涙が出ちゃったななんて思い出もありつつで、予感というタイトルで新しい命の始まりだったり、温かな予感というか優しい予感がする楽曲になっていて、ちょうど2月の歌の棚心の玉とちょっとつながってる感じもあって、大切なものが育っていってまた新しい命が生まれてみたいな、なんかちょっと私の中ではこの 2,3 月はちょっと続きもの連なっているようなコンテンツになっています。最後の最後、高井さんがタイトルを、ね、漢字にしてほしいっていうふうにおっしゃって、ギリギリまで悩まれて、普段シナプシュの楽曲って基本的にはひらがなとカタカナとアルファベットとっていう感じで、あまり漢字はそんなに使わないんですけど、今回そのタイトルの予感っていうところだけは漢字にした方が視聴者の皆さんに思いが伝わるんじゃないかっていうことで漢字のタイトルになっている、そこのポイントです。映像を作ってくださったのが若井まなみさん。作風がとっても柔らかくて優しい感じで、今回の作品の中でも精霊みたいなのがいくつか出てきて、で実際の綿毛を使って撮影してアニメーション加工して、よく見るとそう見えるというか、綿毛の質感があるようなアニメーションになっているので、そこもぜひチェックしてみてください。というわけで、この3月の歌って結構特別で、毎年2022年度のシナプシュを締めくくる作品で、その2023年度のシナプシュにこう向けてこう橋渡しをするような作品と思っていて、特に2022年度でシナプシュは丸3年レギュラー放送を終えることになっていて、3年ってこう一区切り感があるなと思ってて、4年目に向けて、まあ、また頑張るぞっていう、その4年目のシナプシュもなんかこうやる予感がするぞっていう、パワーアップした4年目のシナプシュにも期待をしてもらいたいなという一曲になっています。月歌、単独の配信も始まると思いますので、そちらもぜひ何度も見て楽しんでください。あ、じゃあちょっと4月、久しぶりにあれしようかな、4月の月歌 の、 ヒント出します。2023年、最高なんですよ。そうだ、これあるかな、 P から始まるバンドです。 P、 はい、というわけで4月の月歌もお楽しみ、ありがとうございました。